ははい皆さんこんばんこば今回何に関して言及させていただきたいかというと、えー、緊迫のウクライナ情勢ということで、えー、言及させていいいたただきたいと思いますこれからまあ現地実力動画を含めて出していきたいと思っているんだけど、えー、ウクライナということで、えー、アメリカがですね、えー、昨日、えー、アメリカがウクライナそしてロシアに対して渡航を中止勧告アメリカでいうレベル4です。 でそれを出して、ね、渡航しないようにというふうに呼びかけた、この背景に何があるかというと、アメリカの CIA とか、他の調査機関などが、ね、調べていて、現地も CIA の協力員いますし、現地の CIA の、ね、職員なんかもいて、あとはウクライナの軍からの、政府からの情報共有ということで、今、非常に、ね、あのロシアがウクライナに侵攻する可能性が高まっている。その中で えー、アメリカ人に対してね、えー、ウクライナに行かないでくれというふうに伝えているということです、これに関して、日本政府、外務省が同じくウクライナに渡航中止勧告ということで、えー、出しました、えー、ウクライナ渡航中止勧告ということで、ね、ロシアには出してないね。で、ね、ウクライナということで、えー、今回この、この場、これはね、アメリカとは違うレベル3ですね、渡航中止勧告にあたるレベル3に引き上げたということで、ウクライナ全土をね。 えー、ウクライナには大体250人ぐらいかな、えー、日本人の在住者がいら,いらっしゃるわけだけど、えー、首都キエフの日本大使館が直接連絡を取り民間機が運航している今の段階で出国するよう強く求めているということで、えー、大使館員は、ね、引き続き現地で情報収集に当たっていますがその数ができるだけ出国することになりますということで。えーと ただ、大使館としてはですねレベル4、イラクがまあレベルになった時に大使館引き上げた,らあったんだけど、大使館、レベル4にならないと、基本的には引き上げることがないんだけど、今後のこの情勢次第で大使館も引き上げてくる可能性があるのかなっていうのが、ね、思うところであります。ウクライナということでね、ね首都のキエフ、オデッサなど行き、数多くのね場所を見てきましたし。 ウクライナの人々に聞き取り調査をしてきて、まあ、非常にその頃から危機的な状況にある前大統領の時代から軍事パレードが行われておりえロシアに対してかなりの警戒心を持っているというのはね自分自身も、えー、認識したところです、えー、旧ソ連ということで、えー、前に述べさせていただいたおりバルト三国北からエストニア、ラトビア、リトアニア、えー、そして、えー、中アジア以外の国々ということでウクライナ、ロシア、ベラルーシ、えー、そしてジョージア、モルドバ ア,ルアゼルバイジャン、アルメニアですね、そして親ロ派が90ている事実上の国際的に未承認のドネツク共和国の訪問して、ね、現地の持続動画ということで、まあ、こちらの方でもアップさせていただいてますし、メディア各種媒体にもね意見協力とか、えー、させていただいてますけど、その中でね、私は思うのは、非常に今、危機的な状況にあるなって感じがします。 えー、この動画チャンネルの方にに、ね、現地在住者の方からコメントをいただきました、えー、その方々とちょっと連絡取りたいと思ってぜひ、ね、あの連絡いただければと思います、えー、とにかく、ね、このウクライナ情勢というのは非常に危機的な状況にあると思っています、えー、これは私が、ねえー、以前に数年前に訪問させていただいた時も予測はしていたんだけど、えー、ウクライナの背後には、ね、もちろん NATO に加盟する可能性が高いと要望を出しているそれに対してロシアとしては反対を表明している もしロシアがまあ全面的に、ねまあ、クリミア半島、ドネツク州の、えー、など、ね、東部の2州に関して30%を占領下に置いている、えー、その中で、えー、今後、ね、ロシアが全面的にというのは、えー、今の段階では低いとお伝えさせていただいたんだけど、一時、段時に、ね、それがどうなるかわからないとお伝えさせていただいたんだけど、まさしく今、その状況にあるのかなって感じはします。ウクライナがロシアがウクライナで侵攻すれば中国に台湾 中国が台湾にね、侵攻する可能性も出てきており、えー、それにこうしてね、イスラムの国々、反米のイスラムの国々が、えー、出てきて、そして共産社会主義権、冷戦下では大規模な、ね、第3次世界大戦はならなかったんだけど、えー、もしかしたらその辺が引き金になって第3次世界大戦になり得る可能性もありますので、わ、え、れ、ー、はしっかりとそこに関しては認識していかないといけないのかなと、ね。 思うところであります、えー、ということで、えー、最新の情報ということで、あのー、現地の住んでいる方なんかも今、連絡取ろうとしていますので、また、えー、情報共有ということで、えー、していければと思っていますので、えー、よろしくお願いいたします。チャンネル登録いただいていない方はね、ねぜひともチャンネル登録いただければウクライナの動画も出してきますのでね、ね、えー、よろしくお願いいたします。